します。いや、こちらこそよろしくお願いします。履歴書出すことなんてもうないですよね。そうだよね、基本的に、うん、まあこういう細かいことはちょっとね、あの時間が届いたときとかあ、そうなんだ、こういう細かいなるほど、ね、思い出し書かなきゃいけないときがあって、うん、まあそれ以来と言いますか。ちょっと俺知らないことだらけで、ちょっといやいやいや、めちゃくちゃ新鮮な話です。そもそもめちゃくちゃ字が綺麗だよね。まあまあまあよく言われるんですけど、うん、まあ、あの誰でも綺麗になれるコツがありまして、はいはいはい、まあ、誰でもあの悪いことするとあの入る場所があってそこに行くと強制的に字が綺麗になるというそういうまあブートキャンプをやってまして、なるほど、ね、それでちょっとあの勉強してちょっと綺麗に してきました。の中でもめちゃくちゃ綺麗だよね。そうなんですよ、まあ、うん、結構あの言ってますんで多分そうだね。多分こんなに綺麗に履歴書書ける人いないと思うよ多分。最近もうボンズ大活躍だもん。いやもうありがたいことにもう炎上もしますし、まあなんかあの、はい、ね、バトルも出るし、はい、音源もリリースするし、はい、メディアも出るし、はい、全方向で、ね、そうですね、露出がすごい感じだよね。最近はもう自分でイベントも主催してて、岐阜で、うん、それもちょっと手詰まりするぐらいもう忙しくて、うん、でももう日本地図でやっぱ岐阜っていうのをさ、はい、ヒップホップ的に、はい、ちゃんとこうなんかここに岐阜ってこういうヒップホップがあるぜみたいなのが明示された感じがするから、やっぱ最近そうですね、ここ近年でやっぱまあもともとやっぱレッコっていう、うん、自分らのクルーに若い子がいるっすけど、うん、やっぱあいつのこの先駆けになってくれたっていうのがやっぱ一番大きいですし、うんうん、レッコがあの出て活躍した時に、はい、レッコの地元行くと、はい、レッコがすげえ怖いあんちゃんにめっちゃ可愛がられてていい感じなんだってすっごいみんな言ってたの、はい、覚えてる。それが僕でしたそうだよね満を持してれば帰っていたタイミングで、あのその僕をみんな見て、あらやばいクルーにレッコ入ってんじゃないよみたいなそう言われてたのが、まあ、実は僕なんですけど、あんな可愛いレッコが、はい、あいつはみんな間違えたぞと、入る場所を間違えたって散々言われましたが、まあ結果僕らもあいつのおかげでこう、うん、グッとまとまることができたんで。でもレッコもやっぱ地元めっちゃ大事にしてるのは、やっぱいい先輩に囲まれてるからだろうな、はい、みたいな。いや、あのそう言っていただけると嬉しいです僕らも、はい、とってもないですって言ってみると、はい、これは中学校を卒業して、はい、仮出院、その、うん、中学校在籍中に、まあ、ちょっと少年に行くことがありまして、うん、でまあ、在学中に仮出院ができまして、うん、中学校卒業できて、あ、一旦高校に受かるんですよね、うん、あの料理学校だったんですけど、うん、でまあ、1ヶ月ぐらいであのまたそうだよね、卒業の次の年にまた少年院に入ってきっかけがありまして、うん、でまあ、その1年半近くあの、うん、ちょっと旅行行きまして、うん、でまた帰ってきたんですけど、うん、またちょっと、うん、今度鑑別所に入ってるんで、そうですね、まあ、その時だけですかね、鑑別所で終わったのは、まあ、それ以外は全部鑑別少年、鑑別少年で3度目の正直って言ったんですね。なるほどね、はい、一番みんながキャピキャピして、うん、そうだよね、みんながもう、うん、プリクラこんなに撮ってる時代に俺はもうこの中にいましたからすごいだ、ね、からおかげで字も綺麗になりましたよね。はい、そりゃめちゃくちゃ綺麗に、あの時の努力が本当に今を作ってます。で何で、まあ、本当にいろんなことですね、うん、まあ、コスドロみたいなことしてみたいなとか、インタビューとか、まあ、この積み重なったことが、うん、まあ、結構なるほどね、溜まって、うん、その何回か行っちゃうみたいな、うん、まあまあそうですね、中高ぐらいの時でみんながめっちゃ遊んでるのを尻目に自分がそうなるってやっぱ、いやもうめちゃめちゃなんか浦島太郎感がすごいというか、うん、取り戻さなきゃっていう感じがすごく出ちゃって、あ、そっか余計行き急いじゃって、うん、あ、なんかちょっと他のやつらよりも目立ってねみたいな、だから悪目立ちしようとか、はい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 、なんかそう過剰になんか目立とうとして、なんか悪い方悪い方に流れていくのが10代だったかなって、なるほど、すごくそういう少年時代を過ごしてたなと思います。2005年成人で、はい、2007年にマイクを握る仕事を辞めるってことは、はい、22歳ぐらいってこと？そうです。19ぐらいから結構ヒップホップとか、うん、レゲエというのを聴くようになって、うん、クラブに行ってみたいな、当時ウーハーが流行ってたんで、あ、そうね、特に名古屋のさ、ルーフ影響があるとね、そういう車とかもね、もうすごかったんですよ、ね、だから本当爆音ね、うん、音楽を聴いて、うん、やっぱすげえ食らってた、自分らでなんかクラブっぽくして、うん、すごくぶっ飛んで、うん、
にしてたんですけど、うん、結局表現したくなってきて自分も歌ってみたくなってきて歌ってみたくなってきて、それはまあ仲間が後に不良だってこのギャングやってた仲間がラップやんないみたいな、こう一緒にウエスタイの格好をしてたから、なんかそういうのからどんどん音楽を聴くようになって、もしかしたら自分もこう歌うかみたいな思うようになって、で仲間にリリックの書き方を教えてもらってラップをする、なるほどねっていうので、まあその時になんかやっぱ結構影響されてたのはやっぱギャングスタラップに、ギャングスタラップイコールラッパーは不良じゃないとダメだ、格好つけなきゃダメだと思って、その時19から足場の親方やったんですけど、すごいねそれも、はい、あの結構ガッツリ稼いで頑張って稼いでたんですけど、まあ、ラップやるイコール仕事してるの出せよみたいな。なるほどね。仕事辞めて、そこからハスラーやりました。そうなるほどね。いろんな映画とか見て。違う仕事なのか、仕事なのかとかよく分かんないけど。いろんなやっぱ映画とか見て、映画の着色されて、やっぱ悪いことイコールハスラー。まあそうね。っていうのが、なんか俺の中でかっこいいんじゃないかって勘違いしちゃって。俺ラッパーだからみたいな。もうそこからもうかぶれて。もうラッパーかぶれですよね。ラッパーの仕事っつったらそっちみたいな。だから本当に、まあ、でも本当その時に覚悟したんですよね、うん、絶対有名になるって、まあ、確かにでも、まあ、やっぱそのマイクを握る時に仕事まで辞めるって決意結構すごくて、はい、マイク握ってさ、その実績出てきてから辞めるとかだったら分かるじゃん、なんかじゃなくもう握るって決めた時に、はいはい、辞めました。俺仕事してるんだぜってリリックで言いたくなくて、あだからそっかリアルにリアルを追求するんだったら、その本当のことを歌った方がいいから、バイトしてんのに、いや俺がこうつけてるプリプリの、はいはい、それが一番良くないよね、うん、超ダサいから、バイトしてんならバイトしてるって歌を歌ってほしい、で貯めて買ったぜ、うん、ゴールドチェーンならかっこいいけど、はい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 、いつでもリアルで行くぜ、うん、バンバン、いや銃ないよこの国みたいな、うん、そうだよ、エアマンじゃないのってことは、うん、ヒップホップのルールはこうだろうみたいな、外人とか日本人関係なく、かっこリアルだしょ、勝負しようみたいな、それにこだわりで日本酒歌ってるみたいな、普通にやめました、うん、格好つけて。でも確かにヒップホップでこうさ、このリアルを言うもそうだし、言ったことをリアルに寄せていくみたいな話もあるで、やっぱり、はい、自分でこうありたいから、はい、こういう発言をしてそういう人間であるように振る舞うみたいなこともあるじゃん、やっぱりだからどっちの意味でもやっぱ腹が座ってるというか、はい、22歳ぐらいでマイク握るってそのラッパーとしてはちょっと遅いじゃん、めちゃめちゃ遅いです、はい、みんなやっぱ16、17ぐらいから、はい、もうみんなそうでしたね、うん、でもやっぱその多感な時期はやっぱちょっとなかなか難しかったってこともある、そうですね、多分本当協調性がなかったんで、人とこう一緒に、あそっか、共同作業みたいなとこもあるから全くできなかったっすね、そうなんだ、はい、少年院とかでも全くできなくて、本当にもう規律違反ばっか起こすような、あなるほどね、もう要は懲罰行くみたいな、そういうことばっかし中でももう大事みたいなことになっちゃった、全然人とこう協調できなくて、あなるほど、もう何がいけないのか本当分かんなかったんですけど、音楽をやるようになって、うん、やっぱ人とこう、そうね、関わらなきゃいけないから、確かにすげえ勉強になりました、ヒップホップとのこう、出会いというよりかは、うん、出会いなんかもう生まれた瞬間からヒップホップだから、こっちは、そうね、うん、あの誰よりも家計も悪いし、その下等育ちだし、はいはいはい、本当にすげえみんなが、っていうような生活を、ね、送ってきたけども、そのところは自慢することで何もないから、僕の中で、そこじゃない勝負をしたくて、だから逆に変なリアルをちょっと履き違えちゃったのかなと、その頃思って、今思うと、なんか、まあ、でも、いい勉強というか、いいあのスタート出し切れたかなと思ってたんで、自分的には。ボンズとしてはここがすげえベストタイミングだったのかもしれない、もしかしたら仕事もして、ある程度いろんなものを学んだ上で。はい、逆に全てをかけてここでラップにするみたいな、ね、はい、そうですね。でもさ、実際それでさ、初めてマイクに行って、どうだった、いきなり順調だったの、どんな感じだったの、マジで緊張して、そうだね、うん、やばかったんで、あのまあこれ P 入るんで、うん、まああのこれもうやべえと思って、うん、バキバキの状態じゃないと俺緊張して歌えないじゃなくて初ライブ僕もほんとぶっといまくってないんですよ。笑っていいのかわかんないけど、うん、周りが全部見えて、なるほどね、はい、うん、あこれじゃダメだって
なってちょっとダメだってことが分かったんですか。分かった、一発目から あ、全然違えみたいな、はいはいはい、今だったらステージでこう見たら、あ、この人聞いてるな、この人興味がない、まあ余裕があるからね、余裕があるんだから、それがその時あって、ね、バキバキだからそんなんだからでもいきなり作業してたって感じだけど、はい、でもそれがあったからこそ、なんかちょっと次からはそういうのやめようみたいな、ちょっとしっかりやろうっていう気持ちになってからですかね、ちょっと緊張をさらにして歌詞が飛ぶようになって、もう練習をしなきゃ歌えなくなってっていう風になりました。だから一発で逆になんか乗り殺しちゃって、こんなもんかよみたいになっちゃったんですよ。絶対真似しちゃダメだけどね、どんな緊張する人も、マジで俺だけなのかなっていうぐらい楽勝だったんですよね最初。なるほどね、本当はこんな楽勝だよみたいな。でもなんか2回目3回目からやっぱ普通に飛ぶ、緊張するし、小心者の自分を出さないために結構大きく見せようと。あ、確かに、ね、しかもこのスタイルで言ったら絶対そんなね、はい、中途半端なステージにするわけにいかない、ね、できないから、ね、現実を知るには良かったライブだったかもしれないですね、調子乗って。なるほどね。でも2年でイベント主催するようになったわけでしょ、2009年には。そうですね、うん、2年の間にいろんな出会いがあって、うん、3人組のグループになって、あ、まずグループだグループになって、うんうんうん、6人のグループになって、でこれはあれだなってことで、まあ、2011年に引き金サウンドを10人近く集まっちゃったから来るにしたんですけど、それまではソロから3人になって6人にして、タイミングでイベントを打つようになって、でみんなそれは引き金に連なってくる、そうです、はい、繋がっていくようなメンバーでやった。はい、めちゃくちゃサイファーしたんですよ僕。あ、そうなんだ。めちゃくちゃサイファーしてて、あ、もう全員仕掛けに行きました。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。全員行きました。なんか来たゲスト全員行きました。あ、そうなんだ。考えられないですもんね、こっち苦労だから。てめえも誰なんだよ、一番怖いタイプじゃん、それも。その時ビッグボンズって名前やったから、ビッグボンズのやつみたいな、でも即刻フリースタイルするみたいな。なるほどね。だから結構煙たがられてました。そっか、2008、9ぐらいだから、やっぱまだフリースタイル聡明期というかね。はい、もう全然誰も、そうです、もう全然やってなくて。そうだよね。だからなんかサイファーイコールなんか、いいよね、むしろなんかそういう、ね、メジャー系のラッパーだったらなんかフリースタイルなんてみたいな感じで言うよね。普通に、まあ、名前は出さないですけど、いろんな来たゲストに、なんか、もうそんなもんやってねえよって言われて、そのラッパー嫌いになってみたいな。そんなもんってなんだよこの野郎みたいな。そこだけ今までの話で唯一フィールできる感じで、俺もそうかもしれないと思う。そんな言い方すんなよみたいな。やってたじゃん前って、今やってる俺らに夢見せれねえのかよって、すごく悔しい思いをして。なるほどね。そっからバトルに出るようになったんですね。あ、そうなんだ。この気持ちどこにぶつけないんだよ、殴ることもできないから、いきなり先輩を、そりゃそうだよね。もう悔しくて、これどうしたらいいんだろうと思ったら、名古屋とかでやってる MC バトルに出るようになって、ノンキーさん司会してて、浜松の文字ってラッパーともこれぐらい見合わせて喧嘩のやつだぐらいバトルして負けちゃって、ルールバトル終わったら握手しようってルールだったんですけど、ノンキーさんが握手もせずにファッキーしちゃって、あ、でもステージがノンキーさんにめちゃくちゃ怒られて、うるせえよねやらみたいな。これノンキーも大変だな、まあ、でもなんかそれでもノンキーさん怒ってくれたんですよね。それはお前ラッパーとして出せよみたいな、なんかそれですげえ痛感して、あ、ダメだこれじゃと思ってイベントの中で口喧嘩祭ってバトル始めました。今にも連なる。はい、あ、じゃあ10年以上前から。もうそうですね、もう10年以上前から、もうバトルに出て自分で食らって、もうあの絶対これで言い任せれるようになりたいと思ってやり始めました。もうすげえ出てました。もうバトルはもう昔からめちゃくちゃ出てました。でも確かにね、今も強いし、なかなか付け焼き場じゃね、あれは今のスタイルもできないんですよ、ね。まあ、そうですね、みんな楽勝にこうね、テレビ見てこいつには勝てるってみんな思うと思うんですけど、いざやってみると違うじゃないですか。それはね、クールや、もう本当にお前もだよこの野郎、はっきり言って本当そうですよ。いや、そうだよね。マジでできるできるは、そんなのは当たり前なんですよね。わかる。あの場に立って本当人とこう対話して、一瞬のこのそうね、あれってすごいなんか生々しいですよね。そう振る舞えるかどうかもやっぱそのね、蓄積がね、その場だけなんてなかなかね、客前に全部出ちゃうからね。はい、だからそういうのもなんかコンビですごく楽しかったです。なるほどね。当時だから、オラーも当たり前だし。まあね、そういう時代だったしね、よくないんだけどね。よくないんだけど、手が出るのも当たり前だし、多分大地帯だったと思うんですよ。まあ、その発言に自分でケツを吹かなきゃいけないというかね、そのステージの上だろうと裏だろうと、言ったことは言ったことだよねっていう、感じだったよね、今よりはね。今はもうそれが当たり前、何がダメなんですか、
あ、それを今教えてあげなきゃいけないところまで来てるから、僕なんかもこう手とか普通に出しますけど、うん、あれはあの暴力じゃなくて、うん、教育です、まあ、そこは難しいとこある、でも教育ですよ本当に。あの学校のやっぱなんだろう、先生で言うと、うん、担任の先生、うん、指導官ですから、まあ怖い先生、生徒指導の先生みたいな、特別指導の先生だから、うん、なんだろう、あの毎日は、ね、こう授業はなかなかしないけども、うん、する時に限ってはちゃんとしっかりやるよっていうのが僕のモットーなんで、うん、当時から教育はめちゃめちゃしてましたね、まあ、教育もされましたし、あ、もちろん、まあ確かにね、してされて悪いんで、はい、俺が出てた頃もやっぱりそのあったもんね、あの、うん、俺直接殴られたことはないけど、はい、やっぱ言って裏で詰められるとかは頻繁にあったよね。でも詰められたからといって表で言ったことが自分で責任持ってて、うん、中途半端に謝ったりするとそれも超ダサいじゃん、なんか、はい、だから裏でもどんなに詰められても曲げれないっていう大変さがあるっていうね、そうですよね、はい、経験してるかしてないかってでかいと思うんですよね、まあ、それもそういう状況だとか、うん、そういう視野が広がる一個の勉強だと思うんで、うん、まあ僕なんかこういうタイプですけど初対面で絶対タメ口使わないし敬語も敬語しか使わないんで、まあやっぱ今の子っていいっすだから、うん、それは叩かれて当然、これはもう教育されて当然の話だから、うん、まあ教育係としては僕は、うん、あの、まあ、そこはもう今後も厳しくやっていこうかなと思ってます、まあ、やりすぎだけはまだ気をつけてください。